ツーポーンポーン。ああ、そうやってね、機内で寝てるわけですよ。ちょっとちょっと寝てる時、ちょっとちょっともし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 機内で寝てる時にね、いいですか喋ってそうやって機内で寝てるんですよ、ね、ええ、寝たくなってきてそうか、今日はねちょっとね、あのビールを引っ掛けながらやっておりますからね、そうやって、ね、機内で寝てたらですよ、はい、うちの娘はですね、もう今回3歳に今回3歳にね歳近づいてきましたからね、3歳になるんですよ今年は、で、ちょっとうっかりしてたことがあって、あのハワイって、まあ、どんなに高級なホテルというか、まあ、そこそこちゃんとしたホテルでも、歯ブラシとひげ剃り機あるじゃないですか。日本のホテルだったら絶対、ひげ剃り機なんていうんですか、ひげ剃り、そう、刃のある刃のある刃鋭利なやつ、まあ、ひげ剃り機も刃です。刃なかったら剃れないから刃のやつです。刃のね切れてないやつです。切れないやつ、切れないやつ、切れるんですけど肌は切れないやつ、なんていうんですか、 T 字のあるでしょ、シェーバーじゃなくて、ひげ剃り機ですよ。あれがね、ひげじゃない、いや、ひげ剃り、ひげ剃りでいいんじゃない、ひげ剃りでいいんですかね、ひげ剃りでいいんじゃないの、刃のやつ、刃のやつ、歯がついてるやつ、青山剛昌の漫画ね、刃、懐かしいですね、コナン描いてる人のね、ね、そう、その前、コナン描く前のやつ、前のやつね、雷神、あれ、どんな漫画でしたっけ、え、なんか刃こう剣のところにこう弾カバンってはめて、ああで、おじいちゃんの宮本武蔵と佐々木小次郎はなんか年取ってる、はいはいはい、ああそうだそうだそうだ、でなんか鬼丸と戦う、最終的にはかぐやがあれもう終わってますよね、全部ね終わってる、でそれ終わってからコナンが始まったんですか、でもずっと全然タイプ違う感じですね、まあまあキャラクターは似てますけどね、なんか全く同じ顔ですけど、で、コナン、コナンはもうやっと今はすごいですよ、何ですか、何時間か、はい、新一に戻れる薬とか開発されてるんですよ、知らない、知らない、マジ、8時間ぐらい飲んだら新一のままでおれん、マジっすか、今だって修学旅行行ってるらしいで、高校生として、いまだ高校生やから、マジっすか、で、ちょっとランと、はい、ランとちょっとランにチューされてた、うわ、いよいよ、でも、なんか灰原が、灰原さんが、はいはいはい、その8時間戻れる薬を作ったの、ね、天才少女ですもんね、ランちゃんとイチャイチャしちゃダメですよっていう言って渡したのに、イチャイチャしちゃったらしくて、ちょっといろいろネット上では物議をあいつそこ約束破ったぞ工藤君ひどいなっつって物議を醸してます。灰原さんは新一くんのこと好きなんですか。なんか好きになっちゃってるみたいですね。違う、こんな話はしたいじゃないんですよ違うんですよ、だってコナン戻れなってなってんねんで、いやそれはまあ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 なニュースです。それはあれですか、あのでもテレビ版の方、いや原作の方です、あの漫画の原作の方、サンデーの方、そうですそうです、あじゃあまだアニメの方はそこまでなってない、多分、あじゃあちょっと今後楽しみですね、もうとうとう8時間戻れる、ほう、修学旅行清水寺でね、あベタなとこ行きますね、ちょっとイチャイチャして、殺人起こってんねんぞって、そんな中もうちょっと麻痺してんねんな、やっぱり人が周りで死んでる日常化してんだよ、今までもう数えたら何人死んでんだって、高校生、違うこの話じゃない365日違うこの話じゃない、殺人の数と合わへんねん、コナンの話じゃないんですよ、おかしくなって人が死ぬのは普通だったもん、ね、そもそも言ったら世界中で今も人は死んでるぞみたいなそんなことになってるね、そう全部解決してるじゃないんですよ、何でしたの、息子愛子、ああそうそうそう、ヒゲ剃り機がないんです、ヒゲ剃り機刃のやつ、刃のやつ青山剛昌コナン書いてる、そう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 違う、で
ないんですよ。意外でしょ。あの日本のホテルに大体日本だと置いてある。置いてありますね。それが全く置いて、まあまあそういう文化なんでしょうね。置いてない、まあ、それはだから自分で持ってこいと。あ、まあ、歯ブラシも自分で持ってこいと。自分のやつは、ああそう、使い捨てみたいな、そういうのはない。マイ歯ブラシ、マイカミソリを持ってんだろう、持ってんだろうと、はい、っていうスタイルなのをちょっと忘れてしまいましてね。それは前にも、ね、前も確かにそうだったなっていう、うん、アメリカは確かそうだなみたいなとこあったんですけど、ちょっと覚えてなくて、うん、で、あの要はその5日間、それもあるかもわかんないですね、うん、お前そんなにヒゲを気にしないね皆さんかもしれないですしね。ここ金髪だったりするし、まあまあまあいいんですけど、その話はで、まあ要はあのちょっと5日間6日間ちょっと伸ばしてたんです。伸ばして剃りようがないんでね、結構売ってないの。まあでもわざわざ買うほどでもないかなと思って、まあ、バカンス中やし、はい、休み中だけなんで、まあちょっとそのまま放置して伸ばしてた。で、最近娘はだいぶね、言葉を覚えてきましたから、これが何なのか、これ顎についているなんか毛は何なのかって、大体もう見ないもんね、うん、大体もう理解してるんですよ。で、で帰りもまあまあ、まあ立花さんほどではないですけど、まあちょっと伸びてる、もうちょっと離れてもあだいぶ生えてるなっていうのが分かる、で僕はちょっと寝ようかなっていう時に、子供の声って結構機内にバーンって響くんですよね。ああ音域がちょっとそうちょっと高いからなのか分かんないですけど、で僕の前に、まあ、3列でこう妻と3人で座っていて、はいはい、横にも男性が1人いて、で4人席なんですね。あ4列席で、前にいっぱいお客さんがいっぱいいる中で、僕はもう寝ようかなっていう時に、まあ、パパすごいねって言うんですね、でまあまあひげのことを言いたいんです、パパいっぱいだね言うんです。で多分彼女の中ではヒゲって言ってるんですけど、まあ、残念ながらハゲって言ってるんですパパハゲいっぱいだねハゲすごいねっていうのをまあまあでかい声で言うんです。ちょっと待ってと、これはちょっと待ってちょっと待って、で僕の隣の男性は大丈夫だったんですけど髪の毛の方はね、僕のちょっと前の方の2個前ぐらいの方がね、まあまあ多少まあまあハゲがいたんですね。まあそこには必ず声聞こえてるんです。パパハゲすごいねっていっぱいだねっつってもうねそれは勘弁してほしいと、これは違うよこらっていうこれは違うよっつって冷静にやってましたよね、っていう話です。よかった同じ飛行機乗ってなくてだから立花さん見た今見たらお兄ちゃんハゲすごいねってとりあえずそれは言うと思います。やばい、アイコをあやめてしまうアイコをあやめてしまうかもしれない、ねえというね、そうかい、話でございます。なるほどね。おまきばですポンポン。